皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。初めての方はじめまして、いつもご視聴いただいている皆さん、いつもありがとうございます。そして数ある動画の中から私の動画をお選びいただきありがとうございます。さあ、ということで新作ベータ版が始まりましたよ。どうもおめでとうございます。モンスターハンターですね。モンハンですよ、モンハン。このモンハンワールドベータ版、これはね、12月の10日、昨日からかな、昨日から12月13日までの期間限定になります。これね、楽しみにしてましたよ、僕も。モンハンね、今までの過去の作品全部やったわけじゃないんですけど、まあ、僕がやったのはモンハンのモンスターハンターの Wii U のやつですね。 Wii U のやつをちょこっとまあやりました。はい。あとはまあ友達がやってるのを見たりとか、なので完全な初ではないんですけど、まあもちろんね、この PS4 では初めてですから、このモンハンワールド。これはね、まあもちろん初見なんですけど、当たり前ですけど、もう楽しみにしてましたね。もう PS4 で出たらいいのになとか思ってたら本当にね、出ましたから。はい。ということでね、まあ、私は来年の1月26日の、まあ、本編もまあ、やりますけど、まあそれまでにね、ベータ版でいろいろこう、基礎を作って、そして皆さんと一緒に楽しんでいければなと思います。皆さんと一緒にね、狩りに出ましょう。狩りに狩猟生活始めましょう。まあ、狩猟生活の下準備みたいな感じですね。今からはね。この13日まではね。はい。ということでね、まあ、いろいろと新しい武器とか、新しいモンスターとかね、いろいろ、まあ、いろいろね、変わったところがあるみたいなんで、まあ、その辺はね、しっかりと、見ていきたいと思います。で、まあ、シングルプレイとか、このマルチプレイとか、いろいろありますんで、まあ、私は、この体験版ではこのマルチプレイというのはしません。はい。なので、まあ、本編が始まってからね、マルチプレイでいろいろ、まあ、オンラインで協力して、やっていきたいと思います。まあ、要は、ザ・クルー。まあ、レーシングゲームやってるんですけど、ザ・クルーでね、オンラインで集まって、まあ、レースするみたいな、まあ、そんなイメージですね。で、あと、こういう風にね、トレーニングエリアとか、まあ、PS ストアとかね、このオプションとか、ライセンスとかね、こういったいろいろありますと。で、私は、まあ、トレーニングでいろいろちょっと、動いてきました。はい。まあ、動いて、まあ、このシングルプレイ今からしますけど、このシングルプレイからはもう初見になりますんで、またよろしくお願いいたします。ということで、この一人でクエストに挑むシングルプレイでゲーム開始ということでね、友達がいない策にはちょうどいいんじゃないかなと思います。はい。友達いないというのは本当はね、本当いますけどね、いますけど、いないような感じみたいな友達ですね。はい。まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。それではね、早速シングルプレイやっていきたいと思います。で、グラフィック優先とか、フレームレート優先、そして解像度優先っていろいろあるんですけど、今回はね、解像度優先にしてます。あと、まあ、プレステ4プロなんで、まあ、あとグラフィックス優先でもね、ちょっと試してみたいと思いますんで、早速やっていきたいと思います。はい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 、なんかめちゃくちゃイケメンな男性が出てきましたね。ハンターの作成ということで、まあ、女にしたいけど、女はダメなんで男でいきますよ。スプラトゥーンだけね、女になっちゃったんですけど、途中で帰れないんで。はい、でも早速ね、男でいきますよ、男で。どうする？めっちゃイケメンだな。お、てか、あ、これあれだね、なんか人種的な問題にならないように、こうみんな、あれだね、アメリカ系、アジア系、アフリカ系かな？なんかそういう、お肌の色とか、その顔、そういう欧米系、欧州系とか、なんか全部ありますね、なんかね。これなんかあれ、夜の某報道ニュースの司会者に似てない？これ。ちょっと名前あえて出さないけど、ちょっと似てない？これ。ちょっと似てませんか？夜の、平日月から金の夜やってるニュースキャスターの方に。僕あの人好きですけど。はい。似てますよね？これね。はい。まあ、あと、ちょっとね、まあ、あと、まあ、どんな感じで、これ製品版からいろいろ引き継げるかもしれないけど、まあまあ、あえてこの、なんかアジアチックな感じでいく？これ。これ、なんか、こんな感じでいこうか。じゃあ、これで、ちょっとこっちの方がイケメンなんだけどね。あえてちょっとこれでいこうか、アジア系で。ね、これでいこう、これでいこう。これで、どうしようかな。決定。これ本編ではもっとね、目とか髪の毛とか眉毛の位置とかいろいろ選べるみたいなんで、まあその辺はね、いろいろまたやっていきたいなと思います。はい。じゃこれで決定しましょうか。いや、こっちもいいんだけどな。この人もかっこいいんだけどな。やっぱこっちにしようか。こっちの方がかっこいいよね。なんか外国の、やっぱこっちにしよう。なんか俺、個人的にこっちの方がいい。こっちの方がかっこいいわ。はい。ということで、これでいこう。これで決定します。
ハンターの名前入力、もちろん私の名前入れますよ。はい、どうですか？サクサクですよ。私、ネットでは全てサクサクになりますからね。サクサク、美味しそうな名前でしょ？入力の名前、入力した名前でよろしいですか？はい、いいですよ。来た、オトマイル、来た、オトマイル、オトマイル、これいいね、これかわいいね。僕ね、猫が好きなんですよ、猫。猫が好きな、あ、ちょっと三毛猫好きなんでやばいな。ちょっとこれ目つき悪いな。ちょっとこれお休みタイム？お休みタイムですか？かわいいね。これ、これだわ、これ完璧。この猫、これプライベートでも欲しいわ、これ。オトマイル、これ、もしかしてこれ名前決めるの？これも。これ、これ、もう間違いなくこれ。これかわいいわ。名前来ましたよ、来ました。これ何しようかな。よっしゃ、決まりましたよ。これ、サクニャンでいくわ、サクニャンで。猫だから、ニャンニャンで。サクニャン、もうこのふざけた名前。めっちゃふざけた名前だけど、もうこのサクニャンでいくわ。もうサクニャンでいきます。入力した名前でよろしいですか？はい、もういかにもなんかサクニャンに見えてきたよ、このニャンニャン。オッケー、いきましょう。これでいきたいと思います。これで一生涯君はサクニャンだ。ダーマの神殿で名前を変えないぜ。よし、いくぜ。来ましたよ、なんかちょっと。作成内容確定して終了してもよろしいですか？おいおい、なんか俺すっげえ丸腰だよ。オッケー、よっしゃ、これで、はいはい。サクニャンの動きが可愛いわ、これ。もうほんと、プライベートの僕みたいな動きしてますよ、これね。はい。あ、眠たい眠たい、もう寝るか、みたいな。はい。よっしゃ、行きましょう。はい。ということで、まあ、任務として、まあ、これはレベル234があるんで、まあ、古代樹の森とか、大割塚の荒地とか、古代樹の森、あ、これは同じ古代樹の森か。で、行ったりとかして、まあ、いろいろ行くんでしょうね。で、まあ、クエストを受注すると。で、モンスターハンターというのが、もう完全に初めての方に、まあ、ご説明というかあれなんですけど、このゲームは、もうただ単に、もうドラクエみたいにレベルとか上がったりとかは、もうほとんど関係なくて、要は、もう強いモンスターにどんどん挑んでいって、そのモンスターからいろいろね、こう、剥ぎ取ったり、いろいろこう、武器の素材を集めていって、で、新しくて強い武器をどんどん作って、どんどん強いモンスターに挑んでいく。ただそれだけのゲームなんですよ。ただそれだけなんだけど、この中毒性がすごいあって、すっごい楽しいんですよね。で、おまけに今回 PS4 でしょ？しかも PS4 Pro でのこの高解像度。これはね、本当にね、楽しみです。はい。なので特にそういうストーリー性とか、ストーリーがあったりとか、そういうのってね、あんまないんですよ。ドラクエみたいにね。うん。なので、そういう感じでね、やっていきたいと思います。で、この狩猟クエスト。この森の大食感、ドスジャグラスね、これ、初級者向け、まあ、ここからやっていきますけども、制限時間というのが20分、これは、モンスターを倒すまでの時間が20分ということで、まあ、20分経過してしまうともう負けになるんで、ですね、はい、で受注参加条件は条件なし、失敗条件これですね、制限時間終了とあと9回力尽きると、いうことですね。で主なモンスターはこの中にこの3種類がいますと。で依頼者は、調査団、調査団ですね。古代樹の森に草食モンスターを丸飲みにするドジャグラスが現れました。ドスジャグラスが現れました。これドスジャグラスを探し出して直ちに狩猟してください。大きな腹を引きずって歩いた痕跡を追いましょう。ということで、まあ、痕跡を追ったりとかするにはいろいろこう、まあ、いろいろね、アイテムがあったりするんで、まあ、その辺もしっかりと見ていきたいと思います。では、早速やっていきたいと思います。受注しましょう。はい、では装備変更ということで、まあ私の装備をね、しっかりと変更したいと思います。はい、まあこの辺もね、自由に変更できるので、まああくまでも今回は体験版なので、もうそのまんまこのデフォルトでついてるやつでいこうかなと思います。はい、後でいろいろ、まあいじるのは、まあ中級以降でいろいろちょっとやってみたいと思います。まあとりあえずもこのスティールアックスでいきたいと思いますんでね。はい、で、お供装備の変更よ。お供装備、これ可愛いのいっぱいあるでしょ。はい、どんぐり猫スコップ、かわいいね。もうこのサクニャンいいね、これ。はい、猫ヘルムもかわいいし、猫チョッキもかわいいし、もう、ミツムシ寄せのお香もかわいいし、かわいいとか、見てこのお香のこれ、めっちゃかわいい。猫の形してるよ、これね。うん。で、まあ、これもね、今回はデフォルトで完全にいきたいと思います。ではね、早速、出発しましょう。はい、スタートということで、はい、始まりました。ドスジャグラスがつい先ほど目撃されたようです。はい、調査団よりね、狩猟指令のあったドスジャグラス目撃されました。地図を確認してみましょう。かわいいですね、これですね。いや、 PS4 ちょっと慣れてないんで、ちょっと初めてなんでいろいろありますね。はい、ドスジャグラスは獲物を丸飲みする大食感、地面に腹を吸った痕跡がよく見られます。まずはこちらの場所を目指し痕跡を見つけましょう。
なるほどね。痕跡をたどってドスジャグラスを探し出し、制限時間以内に狩猟してください。わかりました。ということで、とりあえずこの、マップを見ると、生態マップでは現在の位置やガイド先、モンスターなどを確認することができます。はい、モンスターね、他にもいっぱいいますんで、はい。で、すいません、これもうカウント始まってるね、制限時間のね。はい、ではここにね行きたいと思います。はい、ではこのアイテムボックス見ましょう。ちょっとね、支給品ボックス、まあこの辺ももらえるんですよ。この辺ももらって、しっかりともらっていきましょう。はい、ということで、あとはこのサクニャン、いたよ、サクニャン、ほら、かわいいかわいい、サクニャン、ついてくるのかな、これは。で、あとは、まあ、いろいろ、まあ、こっちいいけど、まあ、とりあえず制限時間があるんで、ちょっとまだね、初見で慣れてないんで、時間かかりそうなんで、早速行きましょう。で、下のね、回復薬グレードとかいっぱいありますけど、これはね、十字キーでいろいろ変えれますと。はい、変えれます。解毒薬もいっぱいあったり、こんがり肉とかね、いろいろ食べて、スタミナ回復みたいな感じで。ではでは、あ、これですね、シルベムシ、シルベムシ。これがね、道を誘導してくれるんですよ。OK。ファストトラベルすることもできますよ。ファストトラベルもできますということで、行きたいと思います。はい、広大な世界が広がっております。これ、あ、サクニャ落ちてた。サクニャ今落ちてた。大丈夫。OK、OK。よし、いいぞ。はい、これね、一応 PS4 プロで、解像度優先にしたら、こんな感じですね。に反応していますね。調べてみましょう。うん、行きますよ。シルベムシ行きます。よいしょ、おい、オッケー。さあ、今の普通の生身の人間だったらかなり痛いけどね。はい、シルベムシがね、お、足跡いるよ。シルベムシが痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。オッケー、痕跡探します。オッケー、足跡。この辺も足跡あるね。シルベムシちゃん、どこへ行く？こっちか。ほうほう、足跡。いいね。で、この ちなみにこのシルベムシについていくと、あれです。お、こっち、上なの？最終目的地に、こう、たどり着くみたいな感じですね。シルベムシの痕跡を追い始めました。緑色の光の帯についていきましょう。はい、緑色の光の帯にね、ついていきます。はいはいはい。どこ行った？こっちか。こっちに降りて？おー、こっちですね。こっちに、まあ、ついていきますと。あとはだいぶ近くなってきたね。お、ここ、ハイズリ跡。来たよ、これ。ハイズリ跡らしいよ、これ、みんな。シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。お、もう少しで遭遇ですか。なんかちょっと、色合いがちょっと、なんか、太陽光の影響かな、これ、画面内の。なんかもうちょっと、次回以降、解像度を、あれですね、しっかりと、オプションでチェックした方がいいかもしれない。おうおうおう、え、こっちだよね。ちょうどマップで言えば、この辺にいたよね、さっきね。この辺かな？どう？ハイズリ跡あるけど。突然出てくるのは嫌ですよ。突然出てくるのはやめてよ。ぼちぼちかな。でもすごい綺麗だね。Wii U の時よりも綺麗な感じするわ、やっぱり。Wii U の時より。ちょっと待って、足跡どこ？ここ。本当ね、いろいろ、まあ、画面はね、いろいろ見てはきましたけど、やっぱり PS4 Pro が一番綺麗だわ。一番ね。Wii U もそこそこ綺麗だったんですけど、やっぱり PS4 Pro ですね。うん、すごい綺麗。足跡見たよね、今ね。あ、ここか。はいはい、いい感じ。いい感じですよ。どこいんの？え、もうこれマップからだいぶ離れてない？だいぶ離れてません？マップより。ハイズリ跡。あ、いた。あいつだ。ドスジャグラス。ロックオンカメラを使えば、モンスターを見失わずに済みますよ。お、なんか今出したよ。なんか。さあ、討伐を目指しましょう。よし、じゃあ討伐したいと思います。はい。ちょっとまあ最初は時間かかるでしょうね。古い足跡までしっかりと。よし、じゃあ、行きましょうか。スラッシュワックスは斧と剣の変形武器。はい、斧と剣の変形武器。エネルギーを剣撃に込めて放ちます。はい、このサクニャンの動きがちょっと可愛くて。さあ、ではね、早速、走りたいと思います。走りたいというか。よし、行け。モンスターの治療が始まる。シルベムシが隠れてしまいます。はい、シルベムシはね、隠れるんで、しっかりとね。お、ちょっと、グラフィック的な問題があるよ。で、回避する。おっと、回避できなかった。回避してください。
回避したけど。サクニャン大丈夫か、サクニャン、サクニャン大丈夫か、サクニャン。よし、ちょっとドスジャグラス、はい、こういう風に回避と。うわ、ちょっとやっぱり操作が慣れないな最初は。よし、倒した、倒したっていうか倒れた倒れた、はい、今の間にね、こういう時に倒れた時に倒しておくとなるべくでもねサクニャンの動きがさ面白いわ。はい、で一応ねこういう風に横切りとか振り回しとかいっぱいあるんで、まあ、こういうのもねいろいろ組み合わせてこう戦っていきます。はい、まあ最初はなかなか慣れないね最初はね。よしよし、倒せ倒せ、倒せない、なかなか倒せない。ていうかさっきあんなにお腹膨れてたのにさ、なんか結構お腹が元に戻ってるよね。やばいな。ということは俺を食おうとしてるのか、その可能性が大いにあるかもしれない。お、モンスターが怒ってますよ。お、ちょっと待って、サクニャンどこ行った。サクニャンまさかやられたんじゃないだろうね。サクニャンどこやってんだ、どこで戦ってるんだ。見えざる何かと戦ってる。さあ、いけいけ、怒ってるねモンスター、モンスター怒ってるね。よしよし、オッケー、逃げられないようにしないといけないからね。サクニャンも頑張って、サクニャンスコップでなんとか。よし、オッケーオッケー。ちなみにモンスターのこのダメージ表記は隠すことができます。オプションで、本編では隠すことができます。よし、今サクニャンがね回復してくれてます、いろいろ。はい、まあ横切りとか、まあ振り上げとか、まあいろいろと、まあやり方はあります。あ、逃げた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 。だいぶ弱ってきたようです。おそらく巣に帰って休むつもりです。はい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 。でこれね、装備したまんまはなかなか走れないので、一旦ね構えを解かないといけないですね。これまあ巣に帰る、巣に帰る、おいおい、どこに行くの、巣に帰る。はいはい、いたよいたよいたよ、巣に。サクニャンも頑張ってるよ。はいはいはい、ちょっともう完全無視して早く先に倒すことを目的に優先に頑張っていきましょう。どこまで行くの、かなり奥深く行くね、かなり奥深くに。さあさあ、どうだい、ここか、ここが君の墓場になるぞ。あ、ちょっとこれ、ちょっとこれだけ欲しいな。よしよし、 OK。さあ、もう攻撃しかありますからね、もう攻撃するからね俺をね。よし、だいぶ弱ってるねもうほんとね、さっきのあれは全然ないよ、さっきの元気さは。はいはい、お、なんかいっぱい出てきた、いっぱい出てきた、いっぱい出てきたぞ。ちょっとはい、隙を見てね、ちょっと隠れて、ちょっと隠れて、ちょっと隠れて、はいはい、食われる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 。ちょっとあいつらは仲間なのか、ちょっと隠れて、ちょっと砥石をね解きます。今お友達になったみたいだね。はい、今ちょっとね研いでます。はいはい、ちょっと友達になったんじゃないの、友達になったんじゃないの。 OK、 光動きもちょっと無視無視、ちょっと巣穴になんとか。お、逃げちゃった、ちょっと逃げられた。はいはいはい、ドスジャグラスいたよいたよ、こっち、シルベムシがね、ちゃんと導いてくれるんでね、逃げられませんよ。どこ行ったあいつ、またホラー穴に逃げたか。はい、足跡とかね、いろいろまあチェックして、いろいろ進んでいくこともできます。まあ、そういうふうに進んでいくんだけど。あれ、クモの巣があるね。はい、いましたんでね。はい、続きです。はい、オッケー、メインターゲット達成ということで、まあいろいろちょっと逃げられたりとかもしましたけど、まあこんな感じですね。はい、ドスジャグラスで、こういうふうにこっからね、こう素材を取っていきます。ちょっと隠れちゃってるけど、はいはい、こうドスジャグラスの素材を手に入れましたと。まあ主に剥ぎ取りで入手できます。はい、幅広い用途にね使えますということで、やっていきたいと思いますね。はい、今サクニャンと熱い、あ、餌をあげた、かわいいね。
はい、まあ、ちょっとクリアタイムはちょっといろいろ散策もしたんで10分超えちゃいましたけど、まあこういうふうに、まあ、背景を撮影するまあいいけど、こういうふうにねいろいろ倒していきますということですね。よし。でこれはあれか、クリア得点獲得、クリア得点、クリア得点獲得、クリアおめでとうございますと、はい、森の大食感、ドスジャグラスをクリアしたことをたたえて、ゲーム本編製品版でね初級クエストクリアおめでとうパックを受け取るようになりました。回復を中心にアイテムを取り揃えた安心パック、ありがとうございます。はい、いいですね。はい、2018年1月26日金曜日発売、好評予約受付中。はい、本編予約しますか。はい、私いいえです、もう予約済んでおります。はい、しかもコレクターズアイテム予約してますんでね、ま、はい、ということで帰ってまいりました。モンスターハンターワールドベータ版ですね。まあ初級が終わりました。まあ一応パート2で軽くまあ中級上級やって終わろうかなとは思っております。はい、でモンスターハンターワールド本編1月26日2018年ですね、1月26日に発売になります。先ほども申し上げましたように、私はもう予約完了しております。そしてね、あれ予約しましたよ、コレクターズエディション、ちょっとマニアックなコレクターズエディションをねしっかりと予約しておりますんで、また皆さんとね一緒に楽しんでいければと思います。はい、ということで、まあパート1はこんな感じで軽くね、軽くまあ見た感じで終わりましたんでね、またよろしくお願いします。それでは狩猟生活の下準備をしっかりと行って本編頑張っていきましょう。それではね、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。皆さんご視聴ありがとうございます。作です。他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。